はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛でお悩みのあなたにですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、私は、患者さんのですね、予約はブロックさせていただいて、その隣にいるですね、2人のですね、治療科の先生とですね、勉強会をさせていただいておりました。はい、一人はですね、広島の先生で、一人は、横浜の先生っていうところですね。はい、今ですね、いろいろお話をしていて、今私の隣にいる広島のですね、大熊先生ですけども、結構お話聞いてると面白くてですね、私は高校卒業してすぐですね、この業界に入ったんですけども、大熊先生は、何年間かサラリーマンをされてですね、そこから、この業界に入られてですね、今独立開業されて、私と同じようにですね、慢性腰痛の患者さんに対してこう日々治療されているんですけども、そこでなんでですね、この業界に入られて、なんで独立開業したのかっていう話をしていたんですね。そこでいろいろこう、なんていうんですかね、私もこう思うところがあったので、ちょっとそのお話をですね、またしていただければなというふうに思っているんですけども、はい、じゃあ大熊先生ですね、どのくらい、じゃあまず学生生活が終わられて、どのくらいサラリーマンされてたんですか。学生時代、学生が終わって、高校ですか、はい、あとサラリーマン時代は7、8年ですね。で、サラリーマンされて、なんでこの、業界に入ろうと思ったんですか。やっぱりその、サラリーマン時代に、腰を痛めたんですけど、それで、その時に腰を痛めた時に、治してもらったっていうのが、理由で、それで、こういう業界もあるんだっていうことで、そこから興味を持って、この業界に入ってたんですけど、でもその興味あっても、なかなか決心ってやっぱりできないと思うんですよ、働かれていると、でもなんで決心したんですか。この業界に入ろうと思ったんですか。これ本当に運なんですよ、運というか縁で、たまたまそこっていうか、その募集してたんですね、その整体のその助手みたいな形で、募集していて、応募したら、たまたま受かったっていう、採用されたっていう感じになるんですけど、そういう治療院 の、 その、スタッフみたいな。そうですね、じゃあ、とりあえずそこで働き始めたっていうことなんですね。そうですね、でそこからじゃあ学校に入られてっていうのか。そうですね、通年働いて、で働きながら学校に行ったっていう形になります。じゃあそこで、その雇われながら働かれたと思うんですけど、でも今実際独立開業されたわけじゃないですか、なんで独立開業したんですか。やっぱりそこの働いてたところが、やっぱり自分の思ったような治療ができなかったっていうのがあるので、実際その本当に患者さんが治ってるのかって思った時に、なかなか治ってないような気がして、自分の思った通りのその治療ができなかったっていうのがあったので、で、独立開業されたんですね。はい、で、そうですね、独立開業されて、どうですか、今は独立開業してみて。やっぱりその患者さんが治すために技術だとか、経営もそうなんですけど、自分が思うようにできるようになったので、結果も出やすくなりましたし、行動ができやすいというか、サラリーマンだったらやっぱりこうしたいけどどうですかっていうふうに、そういうふうな話を通さないといけないんですけど、もう今だったら一人で全部すぐ自分にできるんで、そういったところはすごいやりやすくなりました、そうですね、私も本当に同じような経験をしたんですけど、やっぱり勉強してすればするほど他のスタッフの先生とやっぱりこう、差ができるって言ったらあれですけど、差ができるの で、 患者さんもやっぱり分かるじゃないですか、でそうすると患者さんも例えば私のことを指名したりとかするとどんどんこう居づらくなるというか、でそれをスタッフの先生に教えてもスタッフの先生も全然やる気なくて聞いてないみたいな、だから
か何のために勉強してるのかなみたいな、患者さんのためなのにやっぱ患者さんの役に立てないみたいな、そういうやっぱ葛藤はあったので、まあ、独立開業してよかったなっていうふうには私もやっぱり思いますね。はい、うん、遠藤先生もありますか？あの横浜の遠藤先生です。はい、そうですね、やっぱりなんですかね、社会人でね、やっぱこう働いてるともうこれをやりなさいっていうふうに決められるみたいな、はい、僕も前に勤めたところはもうどんな人が来ようと腰が痛かろうが肩が痛かろうがもうこれをやりなさいみたいな感じで決められてるので、はい、治る人と治らない人の差があるんですね。で勝手なことやると怒られるみたいな、すごいこう自分は自分の思い通りいかないっていうのはすごい、まあ、はいはい、心苦しいというか、そうですね、とりあえず時間稼ぎに電気かけて、ね、とりあえずマッサージして、ね、明日もどうぞみたいな、そうそうです、ね、はい、そしてここの書類に名前を書いてくださいみたいな、はいはいはい、ね、まあ、これ以上言うとちょっと怒られちゃうので言わないですけど本当にそんな世界なので、そうですね、で、まあ、そうですね、今日勉強させていただいて、まあ、本当にいろいろ勉強になったと思いますけど、どういうところが一番良かったですか？今までやってた技術っていうのが、はい、結局その自分の中に腑に落とせてなかったんです、はいはい、で、まあ、やって良くなったっていう経験をもとに治療してたので、はい、今日、まあ、勉強させていただいて、はい、なんで良くなったかっていうのをしっかり自分の中で理解ができたので、はいはい、しっかり患者さんにも説明ができるっていうところが一番ためになったかなと思いますね、はいはい、そうですね、はい、やっぱり患者さんが納得しないと、患者さんもじゃあ言われたこうストレッチとかやってみようってやっぱり思わないと思いますし、はい、あと自分たちがこう納得してないと堂々と言えないというか、そうですね、そうですね、そこら辺やっぱり大事ですよね、はいはい、遠藤先生はまあ何回も来てもらってますけど、はい、はい、どうでしたか？いやー、ほんとね、回を重ねるためにですね、そうですか、はい、やっぱりこう、一回覚えただけだと、覚えたっていうのはただ知ったぐらいのレベルなんですけど、はい、確かにすぐ実践して効果は出るんですけど、はい、それをより分かるからできるところまでつなげていかないと、多くの人はやっぱ救えないと思うので、はい、僕はこうやって何回もこう受講させていただいているので、はいはい、もうまたまたこうレベルが上がるんでね、多くの人を救える可能性がまた増えたなと思っております、はい、よかったです、はい、といったところですね、まあ、遠藤先生は何回も来ていただいてるんですけど、今回は小松先生初めて来ていただいたので、はい、広島の、はい、どこですっけ、福山市、福山市ですね、はい、なんて探せばいいんですか？福山市の、まあ、腰痛でもいいですし、はい、整体院の名前は、整体院一心という一心ですね、はい、一つに心っていう感じ、一つの心ですね、はい、太い心じゃなくて、はい、違います、一つの心です、心点ではないですね、違いますね、はい、一心ですね、はい、一つの心、そうですね、私もなのでこの動画を見ていただいてる方でやっぱりこう中国地方の患者さんとかって結構いらっしゃるんですよ、はい、なので、まあ、中国地方のですね方はですね小熊先生のところにぜひ行っていただければと思いますので、太い心って調べればいいですかね。あ、そうですね、はい、心点で調べてみてください、はい、はい、ってところでですね、はい、まあ、こんな感じで私も日々ですね、中村先生と技術をですね研磨していますので、もしですね、まあ、腰痛でお悩みのあなたはですね、まあ、気軽にご質問だったりですねお問い合わせしていただければと思います、はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。